クリステン・リッターはアメリカ合衆国の女優、元ファッションモデル。アメリカ合衆国の東海岸にあるペンシルベニア州ブルームズバーグにて生まれた。リッターは主にペンシルベニア州シクシニーの牧場で育った。歌唱が好きな子であり、ギターも弾いた。15歳の頃にエージェントに発掘されたことにより、高校に通いつつもファッションモデル業を始めた。リッターは 数多くの雑誌やカタログの表紙を飾り、パリ、ミラノ、ニューヨーク、東京でも仕事をした。いつしか、リッターはファッションモデル業に対する情熱が移ろいでいった、と同時に演技に興味を持った。リッターはマジョリ・バランタインのもとで演技を学んだ。やがて、2001年、19歳の時、映画、恋する遺伝子でデビューした。2005年、テレビドラマシリーズ、 ベロニカ・マーズと2006年から2007年にわたってギルモア・ガールズにそれぞれ定期的にゲスト出演を果たした。2009年 AMC のテレビドラマシリーズブレイキングバットではジェーン役で定期的に登場して人気を博している。映画ではお買い物中毒な私のスーズ・クリース・スチュアート役が特に有名。2012年テレビドラマシリーズ 23号室の小悪魔までクロエ役で主演している2012年度ティーンチョイスアワードにノミネートされた俳優のブライアン・ジェラティと交際中であるバンドエクスビビアンで音楽活動をしているありがとうございます